中国民の人たちが、やれどうする？うち視察とかにね、結構来ることが多くて、あの取り組みを皆さんに説明をしなきゃいけない。ガチじゃないですか。僕なんかスライド3枚ぐらいでなんかぐらぐら話すぐらいのイメージでなんか言ってたのにも、まあ、ちょっと最後の本だった、本当のメインのあれが最後の本だっちゃったんですけど、あの祭り自体は本当に天候にも恵まれて、ゆるい、長い金曜土曜にやったんですけど、金曜日はサラリーマンの方に来てもらいたいっていうことで夕方ぐらいから開催をして、5時6時に終わったら、スーツを脱いで、浴衣に着替えてそのままお祭りやってくださいっていうことで22時半ぐらいまで、ね、盛り上がって、次の日はファミリーに来てもらいたい土曜日ですね。で12時からやらせていただいて、9時までの予定だったんですが、案の定盛り上がってですね、大友さんのご協力もあって若干時間を延ばさせていただいてということで、2日間で1万7000人で、方に踊り、食べ、飲み、舞台ということで、はい、じゃあ札幌チームの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして、猪苗代から。